こちらが新商品のオランダせんべいクジラ大和煮風味です。表面に黒っぽく見えるのがクジラ肉のパウダーで、醤油をベースに生姜なども使って甘じょっぱく仕上げられています。発表会では斉藤雅美石巻市長らが味を確かめました。香りがする。石巻市鮎川地区はかつて捕鯨で栄えたことから、クジラの食文化を普及させようと、石巻専修大学がクジラ肉の缶詰を扱う水産加工会社や、山形県にあるオランダせんべいの製造業者などと協力して開発しました。パウダーはクジラの缶詰の製造過程で出る端材を活用しています。クジラの缶詰を作るときに缶詰に入らないところっていうのが発生してしまうので、まあ、それをどう有効活用できるかなっていうのはもうずっともう何年も課題だった。重要な文化っていうのを、つないでいく。芸食を知らない方でもやっぱりこう親しみのあるような、せんべいになっていけばいいなと。オランダせんべいクジラ大和煮風味は税別260円で、今月7日から市内にある石巻元気市場などで販売されます。